武家社会において代々家督はその実子が受け継ぐ習わしである。だがその実権をめぐり幾度となく血で血を洗う骨肉の争いが生まれた。大田家もまた例外ではない。直系松之進が継ぎしことを不服とする叔父の元秀は松之進に反旗を翻した。この内乱は大田家を二分する戦へと発展する。事態を重く見た筆頭家老関谷直忠は陰にて大田家に仕える東忍び流棟梁東紫雲斎へ使いを出した。力丸、師匠がお呼びだ。何かあるのかい？皆揃ったな。先刻悪い知らせがあった。我らにゆかり深し郷田家に内乱が起こったそうじゃ。乱の首謀者は松之進様の叔父元秀じゃ。辰丸、東忍び流の魂いざ酔いをお前に託す。師匠。師匠。郷田家を陰ながら支えること、すなわちこれ東の役目。命に代えても殿をお守りするのじゃ。もはやお前たちに教えることはない。東の心と技を忘れるでないぞ。さあ早う行け。はっ。安心しろ、我らは味方。して松之進様はいずくに？殿は城内に奥方様と姫様を。急ごう。あやめ、お前は奥方と姫を、力丸は俺と共に来い。殿をお守りする。力丸、先に行け。すぐに追いつく。
鐘が鳴るわ。
なるわ。ああ、民とうるさき男じゃ。そのような甘い祭りごとでこの戦乱の世を生き残れると思うてか。いな、民あってこその国ですぞ。黙れい。兄に似て甘い男よ。うん、松之進様。忍びごときに不覚を取ったわ。元秀殿、覚悟。つくづく甘い男よの。松之進様。お主は東忍び流力丸にございます。おお、力丸か。何故かばわれまするか。叔父上も国を憂えてのこと。殿、このくせ者め。十兵衛、わしを救いしはこの力丸ぞ。力丸？おう、秀才のところの。我が主を救いしこと礼を申す。元秀様の兵が迫っておりまする。早くお逃げください。ならぬ。兵と菊を置いてはいけぬ。奥方様と姫様のもとにはあやめが向かっております。
君主として城を捨てるわけにはいかぬ。民あっての君主なれば、君主あっての民ではございませぬか。死ねえ。早く抜け道よりお逃げくだされ。力丸、殿を頼んだぞ。